はい、皆さんこんばんは。関本健太郎のセカンドライフです。えー、今年もね、この秋、えー、ドラフト会議が、えー、ありました。もうプロ野球にとってはね、一大イベントですけれども、えー、ドラフト会議のね、時期になれば、いつももう自分がドラフトをかかった時のことをね、よく思い出すんですけど、あの時はね、アトラントオリンピックの年で、 え、まあ、上位がね、え、オリンピック選手が、の指名がね、すごく多かったんですけど、えー、同期入団で言ったら、松中さんであったり、井口さんであったりね、今岡さんであったりとか、え、そうそうたるオリンピック選手の中に、えー、僕が2位で選ばれたっていうことがね、すごくこう、自分の中でもびっくりした出来事で、えー、授業中にね、えー、お昼のドラフトでしたから、当時は、えー、授業中に、え、先生がね、教室に入ってきて、慌てて記者会見したっていう思い出があります。さあ、そしてね、えー、まあ、 我らがタイガースですけれども、えー、まあ、ドラフト始まる段階でっていうかまあ今年を振り返ってみてね、大きくここが補強ポイントだ。 えー、ここはちょっとっていうねポイントがなかなかこう定めにくかったっていうのは確かにあったと思うんですよねここさ近年で言うとまあ近本選手がドラフト取った時っていうのはもう一番センターがとにかくいない、えー、そこが補強ポイントだとかね里トテルの時もそうでしたよね内野強打の内野が欲しいなとか、えー、森下選手の時なんて外野手足りてないなとか、えー、いうのがあったわけですけども今年、えー、まあ去年優勝し今年2位で、えー、大きくここがえー 明らかに足りてないっていうポジションっていうのが、明白な部分っていうのがなくて、まんべんなくどこもやっぱり補強しないとまずいなっていう、何年か後のことを考えたら、どのポジションもとにかく補強はしとかないと、僕の考えではそういう感じがあって、じゃあどこを重点的にって言ったら、やっぱり中継ぎ、えー、ピッチャーっていうところは当然だし、えー、二遊間ね、特にまあ木浪選手、中野選手っていうのが今年あまりこう打率が上がってこなかった。 えー、っていうところで、じゃあ、バックアップ見たら、小畑選手、高寺選手、えー、共にまあ、左打ちですよね、えー。レギュラー2人が左打ち、バックアップも左打ち。えー、2軍の方見たら、じゃあ来年すぐにトイレージがいけるかっていうね、えー。あと山田選手、桃崎選手っていう、えー、あたりが、まだ来年すぐっていうよりは、もう少し時間かかると思うんですよ。 ってなるとバックアップと未来の、まあ、あ高卒のねその今言った3人の間に若干こう時間がねずれ、えー、があるんでそこちょっと補強ポイントドラフトで埋めれないかなっていうところがあってどうせ取るなら右打ちっていう、まあ、あところがね は見えてたとあとそうですね外野はひとまずまあ前川選手が出てき井上選手も目処が立ちっていうところでね、まあ、小野寺選手がいたり野口選手がいたりとかね、えー、ひとまずまあ外野というところは目処がついたっていうところがまあ今のタイガースの現状っていうところですよね。だから先発ののの、えー、の補補充充中継ぎっていうところが、えー、今年のドラフトの えー、まあ戦略になるかなっていうところで、えー、今日のドラフトですよね、えー、まず1位金丸投手宗山選手ね明治大学宗山選手っていうところがまあ このピッチャー、金丸投手、内野、宗山選手というところが、まあ、この目玉でしたよね、このドラフトね。でタイガースの補強ポイントで言うと、胸山選手がいいっていうのは確かにもうめちゃくちゃいいんですけど、左打ちの二遊間、左打ちのショートっていうところはタイガースの補強ポイントではないっていうところで、胸山選手の指名はおそらくないだろうなと。 ってなると、ま、あ金丸投手を重複してね、抽選覚悟で行くかっていうところが、ま、あ焦点になったんですけど、結果的にやっぱりナンバーワンピッチャーには行きましたよね、タイガースね。ここ最近ずっとそうですけど、やっぱりいい選手には行くと。富士で、えー、勝負かけるっていうところは今年も健在やったなみたいな。まあ、結果的にね、中日に行きましたけれども、えー、続くね、えー、まあ外れ1位という形になりましたけど、えー、左のね、即戦力、井原選手、えー 行きましたねいつからかな近本選手ぐらいの時からかなやっぱりこの補強ポイントをぶれないっていうのが、なんかこタイガースのドラフト戦略を見てて、昔、一,一昔前ってね、例えばピッチャー外したら、ドラフト、えー、外れ1位、野手行ったりとか。 あれ補強どこやったんみたいなとこがあるんですけど、左の即戦力っていうところにもうとにかくドラフト1位は左の即戦力行くんだっていうね。いう,いうところがまあ,あ、見えたなっていう、はずれ1位の井原選手締めというとこでしたね。えー、続いて2位が今朝丸投手、宝徳学園地元ですよね。ここはまあ、高校生なんでね、即戦力を取れた。で、じゃあ次は、えー、まあ未来の S, S というかねいうところでこの左即戦力ケサマ投手取れたっていうのはこれ非常に大きいピッチャーを補強したいタイガースにとってはすごく大きい、えー、そして三巡目木下選手ですよねここもピッチャー行きましたよねやっぱりこう新監督藤川監督がね、えー、まあピッチャー出身っていうのもあるしやっぱタイガースのーー野球っていうのはピッチャー中心でね回っていくんで この木下選手もね、かなりのこう、剛腕タイプでね、えー、中継ぎタイプ、後ろの方を投げてもらいたいっていう、えー、タイプのピッチャーかなと。一方、まあ、井原選手ね、ドラフト1位の井原選手は、先発でも中継ぎでもどっちでもいけそうなタイプなんでね、まあ、入ってみてどっちするかっていうところになると思うんですけど、木下選手はもう、パワー系5、5、5、5級っていうんですかね、重いボールを投げそうな、 えー、タイプのピッチャーなんでね、こちらもね、えー、中継ぎ補強という意味ではね、いいドラフトやったですよね。えー、そして4巡目にね、キャッチャー町田選手を指名しましたね。ここがね、まあ、今日、育成で、えー、もうキャッチャー取ってるんでね、このドラフトでキャッチャー2人指名と。 まあ確かに梅ちゃん、坂本星とね、えー、レギュラーキャッチャーはいるんですけれども、30歳を超えてると、えー、坂本選手の去就が、今のところ、不透明であるというところで、まあタイガースのチームとしてのね、長期的なビジョンとしてはキャッチャーを示するっていうところと、まあ2人指名すって、これなかなか、 キャッチャー二人っていうのは珍しいケースなんですけども、この辺がね、ちょっとこう、今年のね、えー、前監督、岡田監督がまあ、キャッチャーに対する苦言っていうところがね、結構あったんですけども、えー、チームとして、えー、キャッチャーをちょっとこう、 手こ入れしないといけないなというところが見て取れたドラフトだったなと思いますそして五巡目に佐野選手というね選手を指名しました右打ちの内野ですよね右打ちのショートですねここでまあ冒頭で言いました右の高卒の選手よりも早く出てきてくれるであろう選手を指名とトイレージ、山田、桃崎っていうあたりよりも先に出てきて今のレギュラー陣を ちょっとでも脅かす右打ちの選手っていう位置づけで取ったんじゃないかなというふうに思いますね。これでね、一応支配下5人ですね、ピッチャーが3人、キャッチャー1人、内野1人と、うーんまあ、タイガースの補強ポイントとしては、あまあ、センターラインですよね、きっちりこうセンターラインを強化したというところが、この今回のドラフトでしたよねで。僕の希望としては、そうですね、サード、ファーストタイプのね、 えー、長打の選手っていうところもまあ支配下育成問わずね、えー、これはもう右打ち左打ち問わずちょっとね、えー、下の方でもいいんでね、えー、大山選手もそうだし里輝もそうだしここがもし怪がでもあった時にというのがあったら。 バッックアップが、ね、正直いないなんですよねちょっと今回ドラフトで取ってもいいんじゃないかなっていうところが、まあ、あったんですけれどもそこがね唯一僕の中で、まあ、残念な部分ではあったんですけども、まあ、ひとまずここまでね合、えー、意指名まではセンターラインをしっかり強化ということでした、えー、そして育成、えー、くはねドラ育成1位が工藤投手ねあの映像を見ましたけど よく育成に残ってたなっていうかね、今年どうなんでしょう一年間フルに、えーまあ、僕もちょっとそこまで調べてませんけど、もしかしたら怪我があったのか、投げっぷり見てると、育成で、えー、に残ってるようなタイプではなくてね、うん、順調にいったら普通に開幕ベンチに入ってるんじゃないかなっていうぐらいのボールを投げてるんでね、こちらもちょっとこう、キャンプオープン戦と力をね、見せられたら、 すぐにね、支配かっていうことがあり得そうなぐらいのいいピッチャーが育成1位で取れたなと思いますね。そして育成2島村選手、キャッチャー,コーチ、ファイティングドックスと、独立リーグからね、結構たくさん今回もドラフトかかってますけども、こちらもね、タイガース、このドラフト2人目のキャッチャーですから、なんとかね、 梅ちゃん坂本選手を脅かすような存在に、ね、なってほしいなと思います。えー、そして育成3位早川選手工夫早手なんですけどもねタイガースの2、まあ、軍選手2軍戦ですよねウエスタンリーグに属してるんでこのピッチャーねよくこう、まあ、タイガースと対戦してこの辺はねもう生の声がね聞けてると思うんですよね和田2軍監督の声であったりとか2、えー、軍のバッターの反応であったりとかね えー、いうところが、あも直に見てるんで、えー、実際まあ、プロの2軍とはいえね、えー、2軍のバッターの反応とかを見てると、あ、十分これはやっていけるぞ、というところでの指名だと思うんで、この早川選手も、すごく期待してます、えー。そしてね、最後、ラストですね、育成4位、えー、川崎選手、内野手、えー。こちら右投げ、左打ちですけれども、身長こそないんですけどね、スピード溢れる、ショートというところで、 これまたね、ちょっとこう、タイプがねタ、タイガースの2軍の中に入ると、タイプがまたちょっと違ってくるんでね、こちらもちょっとこう、育成しながら、タイプ的には木並選手、中野選手みたいなタイプだと思いますけど、えー、若い選手は割と右打ちが多いタイガースの中,に中でね、また、自分の存在感というものを見せてほしいなというふうに思います。だから今回のドラフトで、えー、支配下育成をして、 が6人キャッチャーが2人、内野が2人と、ね、もう外野はゼロですよ、えー、それだけ、まあ、あーチームの補強ポイントに集中したというかね、まんべんなくではなくて、むしろもう補強ポイントだけをピンポイントでいったようなね、えー、今回そういうドラフトでしたよね。まあ、金丸選手はね、引けませんでしたけどもね、まあ、一番最初に引いたあのドラゴンズ井上監督がね、もう一番最初に引いちゃったんでね、藤川監督のとこまで当たりくじゃなかったわけですけど、まあ、もうこれも縁なんでね。 近本選手が外れ外れ1位で入ってあんだけの活躍してくれてるんで伊原選手にも十分期待しながらね、えー、来年のキャンプ、えー、楽しみになってまいりましたいや本当にね僕のこの特に今回のドラフトをまあ伊原選手はねドラフト1位なんで当然まあ,あ1年目から期待してるんですけど僕はこの3位の木下選手そして育成1の工藤選手工藤投手ね、えー、両ピッチャー えー、このピッチャーたちこのピッチャー2人特にこう早くから出てくるんじゃないかなすごくね、えー、期待してますあと今朝丸投手ね、えー、若かれし頃の藤川監督藤川球児投手、えー、自分をねちょっとこう照らし合わせてる部分も、えー、あるんじゃないかなっていうね高校生の上位指名、えー、になりましたよね藤川監督のようにね、えー、火の玉ストレート投げれるような、えー、大投手になってくれることを期待しております以上関本健太郎のセカンドライフでした